お尻が変わるクレケンママの寝たまま美尻エクササイズです。まずはつま先立ちのヒップリフトです。足は腰幅より広く、両手をクロスして行いましょう。お尻をキュッと締めるようにしながら腰を上下していきます。1回ずつ丁寧に動かします。手のクロスがきつい場合は下ろしてやっても大丈夫です。次はカエル足のヒップリフトです。足の裏を合わせ、膝を楽に開いた状態で行います。軽く両手を押し合いながら、軽く両足を押し合いながら丁寧にお尻を持ち上げましょう。膝は楽に開いて、無理に開かなくて大丈夫。お尻の外側を意識して動かしていきます。次はクラムシェルです。横になり、膝を90度に曲げ、足を上げながら上の膝を開きます。大きく動かすよりも一つ一つの動きを丁寧に、お尻の外側を意識して行います。次はそのまま足を伸ばして上下させます。しっかりと足の甲を正面に向け、お尻の外側を意識して一回一回丁寧に動かします。下ろすときは床に足をつけず、ギリギリに上下させると効果的です。次は反対のクラムシェルです。その調子です。頑張って開いてください。次はそのまま足を次はまたそのまま足を伸ばして上下させます。さあ、もうすぐゴールです。頑張りましょう。
ラストラストスパートはもう一度つま先立ちのヒップリフトです。しんどいけどお尻を頑張って上げていきましょう。さあ最後はカエル足のヒップリフトです。さあ、あともうちょっと。3、2、1、お疲れ様でした。1週間ぐらいで効果は出てきます。皆さんも一緒に頑張っていきましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。ありがとうございました。